ベンチャーウツは貫徹です。今年初めての貫徹やりましたね。寝てません。今日どこ行くんですか。タイラ、俺これ日本デマンド完璧な徹夜メグインだ。俺たちは4月27日に開催されるメグイン TV ライブ12の撮影をしにバンコクに行くことにした。今回初めて海外ロケにバンディを連れていくことになったぜ。やったー。見てないよまだ全然、これからだよ。いやあれでしょ、バンディ初めての会議からね。会議ですよ初めての会議です。初めての会議ですから、ガイのことギーって言う人初めて、そんなこんなで浮かれているんだか、眠すぎておかしくなってるんだか、わけのわかんないテンションの俺。BBJ 何が BBJ の。空港でチケットを手に入れ、愛ちゃんにオリンピック招致を約束し、レンタル Wi-Fi ルーターを受け取る。あなた以外、このルーターはタイ以外の国で電源をつけると使えなくなりますから、とそう注意を受けたわずか1分後に電源をオン。オンにするなって言ったのに。ああ、この人オンにしたわ。本当に入っちゃった本当に入っちゃった。本当に入っちゃったじゃないよ。早速謝りに行く。あぶねー、怖えー。ビジョンモバイル、ビジョンモバイルのせいみたいになってますけど、関根さんのせいですからね。バンディお前保険入ってんの。いや旅行保険とか、だいたい海外初めてなんで。俺はバンディに旅行保険を入れさせた。本当に必要だったんですか。なぜなら、いやーやっぱり死ぬ可能性あるじゃん。あいにくの雨だが俺のテンションは下がらない。前日にバンコクの天気予報を見てみたら、滞在期間中は全部雨、雨季真っ只中、傘持参。雨できないっていう状態になったら、その傘をパラシュートにして飛び降りるんだ。いいね、俺はその技術をもう身につけてる。俺の雨男ぶりは健在だ。ハッピーライフ、ハッピーデイ。いざ飛行機の中へ。バンディの初海外の緊張が俺に伝わってきた。あれなんか泣いてる。これから6時間ですからね、15時着ということで、6時間のロングセラーです。6時間の長い長いセラーが始まった。ビール、まずは機内でビールを1本、ビールを1本飲んでとても気分がいい。だけどお腹が減ってる。じゃあ何とかしてくれ。僕を食べなさい。何言ってんだこいつ。カツ丼、機内食はカツ丼かタイカレーの2択。バンディはカツ丼、俺はタイカレー。空飛ぶ豚が豚食ってる。早おー。機内食を食べた後はゲームをしたり寝るなどして、それぞれ時間を潰す。そしておやつに出てきたのがマンゴスチンアイス。いや、タイに行ったらマンゴスチン絶対食ってやろうと思ったんだけど、もうここで食えます。このアイスがめっちゃまずかった。ぜひご賞味あれ。うまい。窓側に座るとトイレに行きたくなるよねと言わんばかりの到着した瞬間の映像。入国審査を終え、おー出ました、来ました、やったありがとう。ついにタイに放たれた2人、まず先に向かったのは、そう両替だ。日本の本日のレートは 0.315。 今やってもらってます。あー帰ってきました。金持ちです。お札がたくさんになってちょっとだけ金持ちの気分を味わった後、ホテルに向かう俺たちだったが、右も左もわからない状態。近くまで行って、近くの駅が何なのかわかんない。わかんないねなんて見切り発車な。見切り発車すぎるぞ。飛行場のコンビニに寄り道し、オレンジだ。これ誰これ滑る。やめてなんとか駅っぽいところにたどり着く。下にたくさん人がいる。これはここからこうビューってビューって行って、まあ、この辺じゃ、この辺もここなんか20万のとこぶち壊れ、あもう分かんねえから、とりあえずここまで行くか。とりあえず切符を購入。運賃は45バーツ。切符です。これ切符ですか。これ切符です。おしゃれ。行きましょう。どれくらいの距離を移動するのかわからないので、この45バーツが安いの高いのよくわかんないまま電車に乗り込む俺たち。これ合うすか、無菌すか。電車の中吊り広告を見て、あそこ楽しそうだな、タイにあんなとこあるんだろ、行きて行きてと思ったら、長崎のハウステンボスの広告だった。やるな長崎。なんとなく目的地っぽい駅に到着。おじさんはもうちょっと二日酔い来た。二日酔い気味のおじさんの目の前には、映画ハングオーバーで見たことあるような街並みが広がる。まさにハングオーバー。この後俺たちを待ち構えていたのはバイクタクシーの客引き。
目的地まで2人で150パーツだからと先にバンディを後ろに乗せ走り出したバイク。しかしバイクは二度とここには戻ってこなかった。そう、俺たちは離れ離れになってしまったのだ。次回、離れ離れになった2人は無事出会うことができるのか、お楽しみに。発売中。